の誕生日を覚えていたなんて、お前にしてはなかなか気が利くな。って、そんなことはどうでもいいの。これ、この大きなプリンなの。みやこはプリンのプロだから、これだけ大きなプリンを作るのがどれだけ大変なのかわかるの。仕方ないの。ご褒美にお前にもプリンを分けてやるの。お前にはこれからもプリンを持ってきてもらわなきゃいけないの。だからこれはみやこの優しさなの。みやこの器の大きさに感謝するの。